YC1 系機動車は2018年に登場した九州旅客鉄道の一般系機動車。JR 九州が821系電車と共に優しくて力持ちの鉄道車両と銘打って導入する同社初のハイブリッド車両である。従来の形式称号とは全く異なる YC1 系という新たな系列名が付与されたが、この YC という形式名は開発コンセプトである。 優しくて力持ちの頭文字を取ったものである。ディーゼルエレクトリック方式の採用と蓄電池の併用により省エネと効率化の両立を目指した車両で国鉄時代に製造されたキハ66.67系やキハ40.47140.147系に比べて燃料消費量を約2割削減し、さらに液体変速機や 推進軸といった液体式機動車特有の回転部品のメンテナンスに要するコストの削減も念頭に置いた。JR 九州鉄道事業本部副本部長の福永義行も将来的には液体式機動車をディーゼルエレクトリック方式に置き換えて標準化を進める意向であると述べている。2020年3月14日のダイヤ改正より佐世保線、大村線、 長崎本線で営業運転を開始した。量産線行車が0番台プラス1000番台、量産車が100番台プラス1100番台及び200番台プラス1200番台の、いずれも、片運転台の2両1組で編成を組む。同時期に並行して、開発、投入された821系電車と、様々な部分で共通化が図られており、全部標識、後部標識、 行き先表示器、空調設備は821系と共通のものが搭載されている。正面は821系電車同様、車体断面の縁取り部分に LED ライトが埋め込まれ、全部標識、後部標識の補助的な役割を果たす。連結機にも821系同様、電気連結機が4つついている。なお、 車体断面は821系電車のワイドボディに対してストレートとなっている。また、0番台と1000番台、100番台と1100番台は、後くらい側の連結機にも電気連結機が付いており、2両の車両を分割した後、他の2両編成の y c 1系と連結して、2プラス1両の3両編成での運行も可能となっている。200番台、1200番台は、 あとくらい側の連結器が半固定連結器となっているため分割しての運転はできなくなっている。二両を分割して一両増を用で使用する場合、千番台、千百番台側が使われる。ただし、2021年6月現在時点で二両一ユニットとして構成されている0番台や百番台は一番プラス千一番。 101番プラス1101番の各1ユニットずつのみしかないため、0番ユニットは、試運転時以外で、101番ユニットは一度も分割されての編成蘇生をされたことはなく、営業運転列車で3両編成を蘇生する場合は、増結用1100番内の1102から1105番が使われている。一部編成蘇生に使われていない車両は1両のみの状態で、 車両センター内に留置されている。主回路の大まかなシステム構成図ディーゼルエンジンで発電機を駆動させて参照交流電力を発生させ、モーターを回転させて走行するディーゼルエレクトリック方式の車両であるが YC1 系の特徴として蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリックと呼ばれるシステムを採用したいわゆるハイブリッド車両となっている。 これは屋上に蓄電池を搭載し、発電機で得た電力の一部や回生ブレーキで、発生した電力を蓄えて活用することで、効率的な走行を実現するシステムで、これにより、キハ66.67系と比較して、燃料消費量をおよそ20%減らしている。駅発車時は蓄電池からの給電で加速し、速度がおよそ30時速 40km 付近を超えると、 ディーゼルエンジンが起動する。また走行の際、打行運転中はエンジン出力が落ちた状態となるが、再加速させると出力が再び上がる。液停車中はアイドリング状態となり、液停車中に蓄電量が下がると自動でエンジンが起動し充電し始め、一定量蓄電されるとエンジンが停止して、再びアイドリング状態となる。乗降口は、 両開き扉が一両あたり片側三箇所に設けられ、一両あたり片側二箇所であった、キハ66.67系よりも数が増やされている。上高扉は押しボタン式開閉ドアとされ、車体外側の扉両脇下部には、ホーム足元を照らすライトが設置されている。また、上高口の段差が解消され、バリアフリー化が図られている。 量産先行車には821系と同じくドア上にマルチサポートビジョンが設置されていたが取り外された。座席は例1000番台は車体の一方に大型テーブルを備えた固定式クロスシート反対側に扉、横辺のみヘッドレストを備え付けたロングシートを組み合わせたセミクロスシートとなっているが100、200、1100 1200番台は車端部の1区画のみ、クロスシートである以外は全てロングシートで、クロスシート部分の大型テーブルの設置も省略されている。またロングシートもハイバックシートに変更されている。トイレ横の区画に関しても当初、テーブル付き1人掛けのボックスシートが2区画設置されていたが、100、200番台ではトイレ横に座席が設置されず、 扉間の空間がすべて立席に変更された。クロスシート部分のシートピッチは、ロングシート4席分の幅に合わせて寸法が取られているため、1840mm の広々としたピッチで設計されているが、通路側の肘掛けが省略されている。トイレは、車椅子での利用に対応した大型のもので、長崎方の例、100、200番台車両に設けられている。設置場所は、 車タン部ではなく扉間に設けられ、この扉間には窓が設けられない。前述の100、200番台のトイレ横の立席部分は車椅子用スペースとしても使われており、走火壁面には解除者用の小さい折りたたみ腰掛けが一つ格納されている。車内の乗務員室付近右上に液晶ディスプレイ式の車内案内表示装置が、車外には フルカラー LED 式の行き先案内表示器が設置されており、これらの表示装置は日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語に対応する。ありがとうございます。